わっさー、どうも、琵琶湖バスリガイドニックネームなすびです。よろしくお願いします。10月の19日の本日もなすびガイドやっていきました。土曜日ですね、なすびガイドやっていきましたのでお話ししていきたいと思います。本日のゲストさんは、長島さんと、小学校3年生の息子さんの K 君に遊びに来ていただきました。ありがとうございます。って言っても後ろで片付けされてますけど、長島さんはなすびガイドに今年の1月に初めて遊びに来ていただきまして、ですごいデプス好きのお方なんですけど、2回目のリピートありがとうございます。そして初めましての K 君で、小学校3年生ということで、最近3年生のお子さんがね、結構ねなすびガイド来てくださる方が多くてね、嬉しく思ってます。で、今日は土曜日なんですけど、人がボートがね少なくて、でそれは何でかと言いますと、今日は結構ね昼から雨と風がちょっと強い予報でした。で、それでもなすびガイド的には安全第一でできる範囲と思っての欠航なんですけど、ちょっと予報でちょっとでも危ないな、だいたい風が、風向きにもよるんですけど、4メートルとか 5メートルの予報が出てるときは皆さんも本当に注意して、無理しないで、無理せずに釣りを楽しんでいただけたらなと思うんですけど、なすびガイド的には、今日は安全第一でできる範囲かなと思っての欠航だったんですけど、昼からちょっとね雨がやっぱりどうしても強くなる予報でしたので、長島さんとも前日にこうお話しして、出船したんですけど、午前中に、昼からすごい雨が強くてやりにくくなっても後悔しないように、午前中はもう煮詰めてやっていきましょうということで、朝から、ホッコのウィードエッジエリア、水深大体4メートルぐらいのラインでたくさん魚が釣れるスポットがあるので、3年生の K 君にバスの楽しさを知っていただこうということで、バスをね多分まともにおそらく釣ったことがない K 君なので、これやりました。坂本シャット4インチのミドストじゃないミドストです。 1.8g の1番のジグヘッドを使ってます。ロットはゲインエレメントのライトシェイキングエレメントっていう 65LR65 の L の竿なんですけど、一般的に見ると結構ね UL ぐらいの硬さじゃないかなと思ってますので、大体 UL ぐらいの竿です。これはで ラインが X レッドの5ポンド、トーレ社の X レッドの5ポンド、フロロカーボンの5ポンドを使ってます。それに2500番台のリールをつけている、いわゆるミドストセッティングでこのミドストじゃないミドストをやっていきました。で、K 君も長島さんにもやっていただいて、朝から本当にワンキャストワンヒット状態で結構ね数が釣れるっていうような感じで、K 君もすごい楽しんでいただけたかなと思ってます。はい、で、それからね結構ね予報よりもちょっと早く、たくさん数釣れたんですよ。多分 K 君だけでも40匹言い過ぎですかね、何匹ぐらい釣りましたかね、40、50ぐらい多分釣ったと思うんで、結構ね K 君は多分大満足かなと思うんですけど、昼前ぐらいからね結構ね雨がいきなり強くなってきて、K 君がもう帰りたい帰りたいって言うんで、長島さんのそのお父さんな大人なお父さんの対応で、ちょっと早く上がって、今に至るっていうような感じでございます。結果結構数が釣れてよかったかなと思います。ただやっぱ釣り人、その釣り人目線でいくとやっぱりね一日どうしても釣りはもちろんしたいなという考えももちろん分かりますし、お父さん的考えで、早く上がらなきゃっていう、どちらの考えも分かる中でのちょっと今回は早上がりという形になりました。ということで、長島さん、ケイ君一日ありがとうございました。10月19日の土曜日のなすびガイドのお話です。明日は、クレイジーアイさんがね遊びに来てくださるということでよろしくお願いします。明日もね結構ね風強いんですけど、多分何個とかでしたら、風もちろん強いと思うんですけど成立はすると思うんで、明日もやっていきたいと思います。もちろん安全第一でやっていきます。はい、ということで、なすびガイド、10月すべてありがたいことにご予約いただきまして、11月以降がね募集となっております。11月がね残り4日間の募集となっておりますので、下の概要欄ぜひチェックよろしくお願いいたします。12月以降の募集日も載せております。下の概要欄から最新募集日の
募集日にを見てご都合つく方がいらっしゃれば予約していただけると嬉しいです。で、ナスビガイドでは最寄り駅だったり最寄りホテルだったりタックルのレンタル、来宿のレンタルもやっておりますので、お気軽に初心者の方でも遠方の方でもお越しいただければなと思いますのでよろしくお願いします。ということで、まあ、とりあえずね雨がねひどすぎたので、風邪ひかないようにしていきたいと思います。はい、ということで10月19日の土曜日のお話でした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。